はい、どうも、こんにちは。カネです。さあ、続きね、やっていきたいと思います。もう軸編最後ですね。もう官能動機率もね、90%まで来たんで、まあ、最深部に行くって感じだね。ジークの中にある、まあ、兄としてのね、上二人と約束したことをね、ことがあったりとかして、まあそういうものが、まあ、心の中にあるみたいなようなので、まあおそらくそれが、まあ、最深部で形となって出てくるんでしょう。ということでね、早速やっていきますか。まあおかげで復帰へ立てということだね。お兄さんの言葉は聞いてよかったって。ああ これはあれ、俺の冗談なのか。ああ、お兄さんっていうのはあれか、ジークと上の2人のことかな、多分。ああ、そういえば言ってたね。ちょっと日が空いてるから 若干忘れてるんだけど、そういえばキースとかっちがあれだね。まあ、ジークがもしこういうことに悩んでたら、まあ、支えてやるよみたいな感じのこと、確か言ってたね。さあ、最後ですね。じゃあ行きましょここが最深部か。いよいよだな。今まで以上におっかねえ場所だな。何が起こるかわからない。慎重に行こうぜ。う。そう、最深部はこうやってね、まあ、記憶の断片みたいのが見えてるんだよな。お、1個だけだね。ああ、なんかちょっと前に見えるけど、あれがジークの兄さんっぽいね。まあ、どっちかわかんないけど。俺にはもう無理だ。兄貴の代わりにニールとキースを守っていくなんて俺にはできない。俺は兄として失格だ。確かにそう思った時期もあったな。お前はずっと逃げたいと思っていた。兄との約束を果たすことか。そうだ、確かに俺は兄貴との約束が重荷だった。でも今は違う。俺は俺らしく、あいつらの兄貴としてこれからも踏ん張っていくって決めたんだ。ああ、それでいいと思うよ。さあ、来たね。果たして一体、ああ、あいつドローミだけじか。ゃない。今はドお前ローミでやすか。ハウンドのみんながいる。家族に支えてもらいながら力を合わせてやっていく。兄貴たちの思いを背負って生きていくことに何の恐れもねえ。さあ、来たね。公演ゲージ。なんだ、まさかこれがコアエンゲージか。そうそうそう。すっげえ力だ。やってやる。一気に型をつけようぜ。いやー、とは言ってもな、ドローミはちょっと厄介だな。まあ一応捕食は確か、なんだっけ、遊具やってた時も捕食してたの覚えてるから、多分捕食は多分してくるんだよね。ドローミーの捕食ちょっとね、長いんだよね、こいつ めちゃくちゃ追いかけてくるから、ちょっとね、きついね。どんだけ受けてくんだよお前 さあ、終わりましたね。お前には本当に助けられてばっかだったな。最深部で聞かされた通り、俺はずっと兄貴たちとの約束から
逃げたいと思ってたんだ。ありのままでいればいいんだよって。まあジークはジークらしくあるのが一番かね。うん、突っ走ってもらえればいいよ。だよな、気づかせてくれてありがとな。いたいた、ジーク兄ちゃん、先輩、検証が無事成功したみたいだね。本当によかった。だよ、あんま褒めんなよ、気持ち悪いぞ。と、そろそろ戻らないと。ん？なんかあったのか？なあ、そのこの間キースと一緒に探索に出たんだが、その時にバガラリーの最新シーズンらしきデータを見つけてな。ああ、ニールってバガラリー好きなんだっけ？確か。ジーク兄ちゃんが戻ってきたら見ようと思ってさ。そろそろ解析が終わる頃なんだ。あれジークだっけ？忘れちゃったけど、なんか誰か好きだったよね、バガラリーシリーズさ。うん、お前ら。あ、ジークっぽいね。なんでそんな貴重な情報を黙ってたんだよ。すっげえ顔してる。ジーク兄ちゃん悩んでるみたいだったから、後で驚かせようと思って。バカ野郎、バガラリーの最新シーズンつったら最優先事項だろうが。すげえな、どんだけ好きなんだよって感じだけどね。まあ俺もね、そういうのはあるから。見つけた時の感動、解析中のドキドキ、そういうのも含めてバガラリーだろ。偉大な兄を差し置いて一足先にバガラリーを楽しむとは。ニール、キース、お前ら罰として当分バガラリー禁止だ。なんてむかっちゃくちゃだな。最新シーズンは年功序列ってことで。言っちゃったよ。兄貴の弟でいるってのもなかなか大変だな。うん、間違いないね。いや、弟どもにそう思われたくないな。俺も妹にそういう風に思われたって思うとちょっとあれだな。うん、だが俺たちにとってはやっぱり最高の兄貴だよ。そうだね。まあそう言ってもらえたら嬉しいね。うん。絶対言わないだろうけど、うん、しかし最新シーズンの抜け駆けは許すわけにはいかない。うん、そうだね、年功序列なんてありえないし。やっぱりこいつらも好きなんだな。全力で単独干渉を阻止するぞ。抵抗するなら手段は選ばない。オッケー、行こう、ニール兄ちゃん。はい、行ってきてください。楽しんでこいよ。俺だけ置いてけぼり。やれやれだぜみたいな感じになってる。そういえば今日薬剤の慰霊祭だったか。ああ、これはあれだね、多分2つどうぞ、エピソード終わったからって感じかな。薬剤の慰霊祭か。結構まあ月日は経ってるっていう設定らしいからね。慰霊祭？うん、そうだな。まあフィブにはちょっと難しいよな。薬剤で亡くなった人の魂を慰め沈める儀式みたいなものさ。海域の発生によって大勢の人間が死に、今なおたくさんの命が奪われている。彼らが少しでも安らかに眠れるように俺たちが祈りを捧げるんだ。 BGM なくなったぞ。ああ、そういうことか。偉い偉い。お前は薬剤の三賢者の話聞いたことあるか？急に新情報出てきたね、薬剤の三賢者っていう。
いや、知らん知らん知らん、教えてくれ。詳細は伏せられているが、人の口に戸は立てられないのが世の常だからな。薬剤は3人の天才科学者が行ったとある実験によって引き起こされたと言われている。あの3人かな。これは歴代やってないと多分わからないぞ。これ多分あの3人でしょう。伝送工学の権威イエスタ・ヘイデンスタ、全然違った。分子機械の権威ジョサイア・クオン、全然違った。あ、全然俺が思ってた人たちと違った。そしてレトロオラクル細胞の権威であり始まりのゴッドイーターでもあるソーマ・シックザール。そこにパスよ。彼ら滞在人の消息は未だに判明していない。あ、ソーマって滞在人として認定されてんの今。マジかよ。そりゃアインって名前でねえ偽名を名乗るわな。生きているのか死んでいるのかすらな。どんな、なぜ薬剤を引き起こしたんだろうね。それこそ彼らの水を知るってところだな。そっか、それだけ大規模な影響を及ぼす実験だったんだ。何か大きな目的があったのかもしれないが。ああ、ソーマが絡んでんのか。あ、一応全部聞けるんだね。どんな姿なんだろうね。彼らの姿を知る者はいない。実験の支援者によって記録が隠蔽されたというのが通説だ。まあ一応人だからさ、人の形してるんだろうけどね。うん。まあ、最近だとね、とあるゲームで機械みたいな体しちゃってるやつもいたけど、完全に。どこへ消えたんだろうね。さあな。だがこれだけの災害を引き起こしたんだ。無事でいられるはずがない。滞在に悪い人？まあ悪い人やな。まあ一概にもって感じだが。薬剤があったからこそ、今俺たちはここで生きている。過去を振り返って嘆くよりも明日を向いていく方が俺は好きだな。頑張ろうぜ。いやー、俺もそういう生き方してよ。常に過去ばっか振り返ってる人間だからな、嫌になっちゃうよ本当。かといって未来を見据えてるかと言われるとそうでもないって、うん、やっぱアインの話になりそうだねこの話は。さあ、ということでね、ジーク編終わりましたね。まあ兄弟っていうか、まあジークに関してはね、まあ兄弟仲良く、まあ今後もやっていけるんじゃないかなって感じだね。うん。まあ兄としてのね、あまりそういったものに気負わずに、まあやっていけるんじゃないかなっていう感じはしますね。でまあ、その後、まあソーマという名前がちょっと出てきたんだけど、まあこのゴッドイーター3で出てきているアインっていうキャラは、まあソーマにすごい似てるんだよね、非常に。うん。まあなんで、まあおそらくこの過去との開口編は、まあソーマの、まあアインか、うん、アインについての、まあ、秘密なんなのかちょっとわかんないけど、まあそういったものに迫るような、まあストーリーになってるでしょうね。各キャラクターのねエピソードを踏まえつつね、まあ最終的にはソーマの、まあアインの、まあエピソードになっていくって感じでしょうね。まあこれで違ったらさすがにあれだけどね。うん。まあそうだと思うけど、はい、といった感じで、過去との開口編は、まあジーク編、まあ融合編もね含めて、まあ全て終了したんですけど、まあまた、まあ、いつになるか分かんないんだけど、まあ、アプデが来次第、過去との開口シリーズをやっていこうと、思ってます。次は誰だろうね。まあ、ルルあたりが来るんじゃないかね。あの子もね、割と過去がちょっと暗そうな感じではあるよね。
なんでバランにいたのかみたいな感じの話が多分入るのかちょっとわかんないけど、まあ、そういったお話が多分聞けるんじゃないかね。うん、まあ、他にもまあ、誰、まあ、ジークの下2人とのあれとか、あとは全然ストーリーに絡んでこったリカルドとか、あの辺の話も入るんかね今後、わかんないけど、一応エンゲージできるやつは多分全員そういうキャラクターエピソードあると思うから、まあ多分あるんじゃないかね、リカルドとかも全然ね、関わってないから全くわかんないんだけど、うん、はい、といった感じでね、今回はこれで終わるんですが、もう一本ね、実は、前回話したんだけど、このアップデによってね、新しく追加された荒神がいるんで、まあ、それやったら、まあ、しばらく、ゴトイタ3はお休みという感じになりますね。はい、といった感じで、今回はこれで終わります。さよなら。